年だよこれ。発表2022年2月26日、カーズザクラ。さあ今日のパドンはどんな感じですか。全然これ使いやすいから。でもさ、やべ止まらねえな。確かに安いよね。99円は安いから。 29% 引きですか。超ショコラを一つと音楽に近いんですよね。動画って時間芸術ですよ。今日は土曜だから人多いな。あったかいな今日は。はい、おはようございます。今日はですね、2022年2月の26日土曜日となっております。まあ、朝というかもう昼ですね、12時ぐらいですよ。ちょうどここももうご飯食べたりしてる人が多いですね。あったかいな。なんか一気に開花も進んでるような気がします。柔軟剤買ったりね、バスマジックリン買ったり、ちょっと今から買い物をいろいろしようと思います。いつものコースだけでやっぱりなんか違いますね。みんなお弁当食べたりしてたり。あんなキッチンカーがあったりするんですね。あそこにキッチンカーが、ね、キッチンカーがあってコーヒーとか売ってたりするんですね。あ、向こうにもキッチンカーありますね。まあ平日だと考えられない。まあ今日多分ね、カーズ桜の下でお弁当広げて食べてる人もいると思いますよ。はい、じゃあもうすぐね、またカーズ桜、今日はどんな感じでしょうか、ね、楽しみです。ああ、だいぶ咲いてますね。そして下ではお弁当を広げてる人が多く見られます。あ、こっちは咲いてないな、まだね。ここは咲いてますね。まあもちろんね、まだ全然 満開には程遠いですけど、こちらやっぱり向こうですね。五分咲き。こちらでも、あの向こうのね、前もやったあそこか、ここですね。ここが一番やっぱり咲いてますね、前回同様。うん、なるほど。はい、今日はですね、2022年2月26日、カーズ桜。この一番端っこはですね、もう五分咲きぐらい咲いてるのかな。この奥上はまだ咲いてないですね。このような感じでございます。まあ、全体と見るとここら辺はまだ咲いてないですね。特にこっちの方に行けば行くほど咲いてない。はい、というこんなリーシの森のカーズ桜開花情報でございました。カムロ坂はまだまだ桜咲いておりません。こちらも咲いてないですね。いやー、杉薬局でね、ペイペイで買うとお買い得っていうティッシュが、ね、30% 戻るっていうのがねあったんですけど、ありませんでしたね。まあね、そういう時は売り切れるのかお店が下げちゃうのかね、分かりませんけどね。ちょっとじゃあムサコの方に向かっていきますね、今日もね。はい、そして僕のムサコで一番好きなラーメン屋、一途さんです。いや、マジでうまいです、ここはね。いろんなのがあるんですよ。僕大好きなのはね、エリとか好きでしたね、昔ね。創作ラーメン屋というか、いろんなね、元ね、あのフレンチので働いてた方が立ち上げたラーメン屋さんで、もうね、フォンドボーとかね、そういう、もう分かりませんけど、そういうの使ってるんでしょうね。さて、武蔵小山商店街、今日は業務スーパーいいね。さあ、今日のパルムはどんな感じでしょう。やはり人が多いです。まあ土曜日だからね。ブロッコリーはここは安いんですよね、でかくて。お、でかっ、ちょっとでかいね。あそこの八百屋さんはね、大きいんですよ。さて、サンドラップにティッシュがあれば買えますかね。ここは、ちょっと見てみますか。なかったです。まあ、あと、で次は洗顔フォームだったか。まあ、一応洗顔フォームなんでもいいんだけどな。バスマジックに柔軟剤だね。バーガーがまあ混んでるよな。280円でドリンクついて安いのか。ここが私の大好きなお店でございます。ちょっと見てみますか。柔軟剤とバスマジックリ、うん、
ありがとうございます。あんまり最近ね、いいのに巡られてないからね。まず取れてないね。なんか俺の2世代上じゃん。こう悪くないよ。全然これ使いやすいからね。あとはないね。これちょっと欲しいかも。てか持ってるけどな。巡り合わせあるか。久々にボイス88もある。久しぶりに。あ、あの長いやつ売れてる。なくなってるんだね。ジャケットいいね。これいくらこれ？1100円。あ、パイ飲み安い。これはもう買わなきゃダメでしょ。パイ飲みなんかもう一個買っておくか。あ、これも安いな。上の木のこと。これも買おう。うわ、これも買おう。やべ、止まらねえな。あとは、ペイペイで払うか、ペイペイで。ガム買おう。ガム。あ、いらないです。いいですね。安い。いいついマチオが買っちゃうんですよね。お、ひな祭りうまそうだね。ひな人形。光源キット安いね、今。500円になってんじゃん、これ。オミクロン株対応。あ、なんかまあ、飯買って帰るか。今日はね、人が多いですよ。ね、お、鹿あったね。鹿。剣鹿。剣鹿でなぜ鹿かわからない。木を見て森を見ず。晩ご飯どうするか。お昼かな。まずはお昼。お昼ご飯どうするか考えます。店員が500円やってんのかな。今日やってないか。上天丼100円500円というのはねあるんですよ。で今日はないね。餃子。ああ、もうツタヤもこんなになっちゃったね。ツタヤ何が入るんだろう。ツタヤ15年間ありがとうね。長い間ありがとうございました。15年ツタヤやってたんだね。ああ、カルディはもう私物になったらね、試飲のコーヒーを始めるのか。さあ今日このガチャガチャはいいのがあるのかどうか、ね、駅弁いいですね。あ、これね、昭和、これ昭和ノスタルジックというお酒ですね。こういうのたまらないな。500円だよこれ、高え。いいけどな、このポットなんかいいな。ハンバーグ弁当とか。あ、そう、ティッシュ買わなきゃいけない。トイレットペーパーじゃなくてトイレットペーパーを買うと。めちゃくちゃ混んでるな。マックが鬼ごみ。かわいいな。まあ動物飼えないからね。大関に行く必要はないと。今日ダイソーもないね。そうしたものはない。何食うかな。寿司。昨日海鮮丼か。今日はなんか肉みたいなの買おうかな。弁当買ったら結局どうなのってことだよね。今1時かも。もしかしたら弁当ね、あそこの角のからもう売り切れてる可能性があるからな。あー、なんかお持ち帰り手羽先99。ああ、手羽先買おうかな。手羽先のお持ち帰り。これ美味しそうじゃん。持ち帰り。どうすかな。お持ち帰り。はい、検温をお願いします。日本ずつにしようかな。お持ち帰りです。はい。じゃあね、この手羽先の、はい、スパイスを6本。スパイスを6本。うん、で、タレも6本で。6本はい。はい、ああ、ちょっと待って。84円。じゃあ、1000、じゃあ1504円で、楽天。77番。確かに安いよね。99円は安いと思う。29% 引きですか。このつけ麺、ここも来たことないんだよね。水風味つけ麺とか、マルトクつけ麺1370円。ペイペイで払えばよかったかな、ここね。ちょっと12本買いすぎた。2本ずつでしょう。2本ずつ食うでしょう。でも1人で食うんじゃないもん。1人何本。はーい、私しました。スパイスのはい、どうもー。はーい、ということで、ということで買いました。あれ6本ほんとこんなのばっかり。お菓子食って、この唐揚げ食ってってやってたらほんと寿命が縮まりますよ、ほんと。まあね、でも好きなものをね、好きなものを食ってね、それもまあ大事ですよ。今ねストレス社会ですからね。トイレットペーパー、トイレットペーパーともやしを買うと。赤い女子プロレスラー井上京子のお店ですよ。全然僕わかんないですよね。あそこにね、どさんこラーメンが昔あったんですけど、
新しくなったんですよ、看板が。あ、こんな感じですね、どさんこラーメン。あ、でも臨時休業ですね、いきなり。いきなりというかリニューアルオープン、あ、再開に向けてリニューアルオープンをすると。はい、今からねリリューニークのクロワッサン買って帰りたいと思います。混んでなさそうですし、まあ、逆にでも売り切れてるってことも書くんでね、まあ、どっちとも今言えないですけどね。はい、まあ、ペイペイまだ1万2000円ぐらいあるんで。お、ショコラ、ダブルショコラが12。あ、まだありそうだね。超ショコラを一つと、クイニアマンを一つと、じゃあピスタチオ。あー、お願いします。じゃあ、あとペイペイで。あ、お願いします。はい、どうも。2月28日まであったんでね、超ショコラ買いました。あー、作ってますね。おー、すごいパンを塗ってますね。何パンなんですかね、あの蜂蜜が塗ってあるんですかね。はい、ということでね、リリューユニーク、3つクロワッサン3つ買いました。まあ、3つでないか、2つとクイニアマンを1つ買いました。ダブルショコラ、まあ、唐揚げと食いたいと思います。お、散歩カメラ久々に行ってみたいけどな。デジイチもやめちゃったからね。もう最近はもうね、もっぱらね、やっぱりね、動画の方が楽しい。なんか思い出もね、やっぱり動いてるものの方がね、よりその空気感が伝わるっていうかね、音楽に近いんですよね、動画ってね。時間芸術でしょ、どっちもね。だから写真ってどっちかって絵じゃないですか。で、動画ってやっぱりね、音楽ってに近い、そんな感じがします。